オトーネ・パビアは、フランスの柔道選手。階級は57キログラム級。身長173センチメートル。得意技は、大外があり。2段、ソンム県ペロンヌの出身。父親が柔道の指導者だったこともあり。柔道は4歳の時に始めた。なお、兄弟は7人もいる。 ジュニア時代に1988年ソウルオリンピック 71kg 球金メダリストのマルク・アレクサンドルに見出されて頭角を表すと2008年の世界ジュニアでは2位となった2010年5月のグランプリチュニスでシニアの国際大会初優勝を飾った9月の世界選手権では3回戦で松本薫と対戦して GS に入ってから横四方型で敗れた 2011年2月のグランドスラムパリでは、決勝で佐藤愛子と対戦して GS に入って、内股で技ありを取って優勝した。5月のグランドスラム、モスクワ決勝では、佐藤の背負い投げの技ありで敗れた。8月に、地元フランスのパリで開催された、世界選手権では4回戦で、ロシアのイリーナ・ザブルディナの前に一本負けしたが、世界団体では、決勝で佐藤を、 背負い投げの有効で破るなど、フランスチームの優勝に貢献した。しかし2012年2月のグランドスラムパリでは佐藤に0の3の判定で破れて3位だった。2012年7月のロンドンオリンピックでは、準決勝で松本に GS に入ってから大外刈りの有効で破れたが、3位決定戦でハンガリーのヘドビク・カラカスを破って、銅メダルを獲得した。 2013年のヨーロッパ選手権では優勝するが、世界選手権では5位に終わった。2014年のヨーロッパ選手権では2連覇を達成するが、世界選手権では準決勝で、宇だかなに有効で負けて3位だった。世界団体では優勝を飾った。2015年の世界選手権では準決勝で、松本西同一で敗れたが、前年に続いて3位になった。 2016年のヨーロッパ選手権では2年ぶり3度目の優勝を飾った。リオデジャネイロオリンピックでは準々決勝で松本に7分50秒に及ぶ熱戦の末に技ありで敗れると敗者復活戦でもポルトガルのテルマモンテーロに腕座十字型で敗れて7位に終わった。その後、6 0ラム級で活躍するイギリスのアシュリー・マッケンジーと結婚すると2017年には 女ジ,ジを設けた。2018年には復帰戦となったヨーロッパオープンドブロブニックで優勝を飾った。アイフ世界ランキングは1800ポイント獲得で6位。ありがとうございます。